こちら浦安情報局こちうらの時間です。暑い暑いと言っていたら草むらにはもう虫の声、9月はもうそこまで来ています。さて今回のふるさと浦安この一枚はこちら、日の出のお日様公園周辺のサルスベリです。サルスベリは中国原産の花木で別名は百日紅。初夏から秋までおよそ3ヶ月100日間も紅色の花を咲かせていることから名付けられたそうです。現在では花の色も様々、市内でもあちらこちらで見ることができます。ところで後藤さん、今回はどちらに行っているんでしょうか。後藤さん。はい、私は今猫座根外気公園に来ています。後ほどリポートしますね。よろしくお願いします。では初めに市内の出来事をお伝えするあんなことこんなことパート1です。8月6日には文化会館大ホールで浦安弦楽器体験会2023成果発表会、子どもたちに弦楽器への興味や関心を高めてもらう場を提供することを目的に開催している浦安弦楽器体験会に参加した子どもたちがその練習の成果を発表するコンサートです。今回は8月4日と5日に弦楽器を体験。初心者や初めて弦楽器に触る子が午前の部と午後の部に分かれて練習してきました。そして発表会。午前の部と午後の部、2つのグループが別々にステージに立ちました。体験した弦楽器はバイオリン、ビオラ、チェロにコントラバス。どちらのグループも講師の先生に協力してもらい、持てる力を出し切り、しっかりと最後まで演奏しました。体験会に参加した子どもたちの後は、浦安で活動する浦安ユースオーケストラの演奏。楽器経験の有無や学校、学年の枠を飛び越えてみんなで音楽を楽しんでいる浦安ユースオーケストラは定期演奏会のほか、市内で開催されているイベントなどで活躍している楽団です。この日も普段の練習の成果を発揮していました。そして最後は弦楽器体験会の講師の皆さんによる演奏、素敵な音色を披露しました。楽器を奏でる楽しさを知ることができた浦安弦楽器体験会2023成果発表会。参加した子どもたちにとって貴重な体験になりました。8月9日には東のプールで集まれ東のプールサマースペシャルデイ。さまざまなプログラムが用意された水上イベントです。25メートルプールでは集まれ泳ぎ自慢、自己記録にチャレンジ。25メートルのタイムの計測です。クロール、平泳ぎ、バタフライ、自分がどれくらいのタイムで泳げるのか知ることができました。タイムを計測している隣ではみんなではしゃいで盛り上がろう、プールアスレチック。一
かだを乗り継ぎ目的地を目指すものや、滑り台でプールに飛び込むものなど、どれもプールならではのアスレチックです。子どもプールとちびっこプールでは、いろんなおもちゃで遊んじゃおう、子どもの広場。プールの底に沈むおもちゃを探したり、浮き輪で遊んだり、水鉄砲で水をかけ合ったり、いろいろな遊びができました。入隊縄文では、ワクワクドキドキ、何が当たるかな、ガラポン。プールや海で使えるグッズが当たる抽選会です。いいのが当たったかな。途中雨が降ることもありましたが、プールイベントにふさわしい天気になり、参加した子どもたちはみんな楽しそうに過ごしていました。ところで中澤さん、7月から8月にかけては全国的に猛暑日の連続。国連の事務総長も地球温暖化時代は終わり、地球沸騰化時代が到来したと言ってるように、本当に暑いです。外に出ただけでクラクラします。そのせいかもしれませんが、最近ちょっと体がだるくて食欲が湧かないんです。あ、それは夏バテですね。夏バテですか？はい、夏バテは夏に起きる体の不調のことです。先ほど後藤さんが言っていたような、体がだるいとか食欲がないとか、頭痛やめまい、立ちくらみがする、やる気が出ない、疲れが取れない、イライラする、無気力になるといったさまざまな症状が出る上、免疫力も低下するそうです。あまりにも暑かったので無理なことはしていなかったのですが、なぜ夏バテになったんでしょうか？夏バテの大きな原因の一つが自律神経の乱れだと言われているんですよ。後藤さん、外は猛暑ですが、家の中は冷房でひんやりですよね。そんな温度差のある場所を行ったり来たりするだけで、また長く冷房の効いた部屋にいることでも自律神経は乱れやすくなると言われています。猛暑の中と冷房がすごく効いた場所を行ったり来たり、よくしています。そうしたことに加えて、熱帯夜による睡眠不足、暑さによる食欲の減退なども自律神経を乱します。この自律神経の乱れが夏バテの大きな原因なんだそうです。その他にも汗の蒸発が不十分で体温調節がうまくいかなかったり、水分や塩分が不足したり、冷たいものの摂りすぎによって胃腸が疲れていたりといった夏バテもあるんですよ。中澤さん、もう間もなく9月、スポーツの秋、食欲の秋です。そんな秋に向けて早く夏バテから抜け出したいんですけど。では早速夏バテ解消法をご紹介しましょう。これは夏バテ予防にもなりますから、ぜひご参考になさってください。まずは室内と室外の温度差に注意すること。室内は冷やしすぎないこと。外出には帽子や日傘、体を冷やすグッズなどもいいですよね。そうですね。次は規則正しい生活を心がけること。そして栄養のある食べ物を食べること。こまめに水分補給をすること。さらに入浴時には体を温めることなのです。私は栄養のある食べ物のことがすごく気になります。そう言うだろうなと思ってあらかじめお願いしてありますよ。健康増進課のみきさんにいろいろ伺ってきてください。ありがとうございます。それでは早速行ってきます。みきさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。みきさん、早速なんですが、私ちょっと夏バテ気味なんですが、夏バテと食事、栄養って関係しているんですか？とても関わりがあるんですよ。夏は特に他の季節より体力を消耗しますし、大量の汗をかいたり、室内外の温度差があることで体力が奪われます。しかも汗をかくことでナトリウムやカリウムが失われ、血液の量が減るため
必要な栄養素が体内に行き渡らなくなると言われています。後藤さん、夏バテ気味とおっしゃっていましたが、食欲はどうですか？そういえばかなり落ちているように思います。夏は必要な栄養素が体内に行き渡らなくなるだけではなく、そういった食欲不振で栄養素が不足します。さらに冷たいものの摂りすぎにより胃や腸などの消化機能が低下し、栄養不足になってしまうんです。なるほど。夏は他の季節より栄養不足に陥りやすいので夏バテになるということなんですね。それで今後はどんなことに注意したらいいでしょうか？食欲不振になりやすい夏場は、量よりも質に重点を置いた食事をとっていただきたいですね。量より質ですか？そうなんです。例えば良質なタンパク質や高エネルギー、高ビタミンの食材を積極的に選び、栄養バランスを重視した食事を考えていただきたいと思います。みきさん、良質なタンパク質や高エネルギー、高ビタミンの食材と言われるとちょっと迷ってしまうんですが。そうですよね。では夏バテに効果的な栄養素と食品などを具体的にご紹介していきましょう。まずはビタミン B1、 疲労回復の効果が高く、夏バテ防止には不可欠とも言うべき重要なビタミンです。うなぎや豚肉、玄米、ごま、ほうれん草、大豆などに含まれていますが、不足しやすい栄養素ですから多めの摂取が必要です。そういえば土用の丑の日、これは栄養価の高いうなぎを食べて夏を乗り切ろうという先人の知恵だったんですね。そうですね。次がビタミン B2、 脂質をエネルギーに変える効果があります。レバー、牛乳、納豆、うなぎ、味噌、海苔、パセリなどがあります。そして筋肉や臓器、皮膚などの体の材料になり、不足すると不調をきたすタンパク質、肉類や魚介類、卵、大豆製品、乳製品などがあります。次が抗酸化作用があり、ストレスの緩和やミネラルの吸収に重要な役割を果たすビタミン C、 キウイフルーツやレモン、パプリカ、ブロッコリーなどです。さらには疲労回復に効果的なクエン酸、梅干しやレモン、夏みかん、お酢などがあります。そして食べ物から摂取するしかなく、夏は特に必要なミネラル、ナトリウム、カリウム、カルシウム、鉄、亜鉛などを含む食品、野菜や果物、乳製品、海藻、レバーや煮干しなどです。そして臓器に必要で食品からの摂取が必要なタウリン、貝類やタコ、イカなどに多く含まれています。さまざまな食品とその効果、よくわかりました。こうしたものを使った食事、どうしたらいいでしょうか？ポイントは先ほども言いましたが、量よりも質、1日3食きちんと食べること、食材や調理の工夫で食欲を高める、例えば酸味や出汁を効かせたり、ハーブを使ったり、温度を工夫したりというのはどうでしょうか？暑い日には野菜や肉をたっぷりのせた豚しゃぶとトマトのそうめん、大葉やみょうがもいい香り付けになりますよ。実は私、野菜の取り方が少ないなと思ったので、こんなものを作ってみたのですが、こちらです。とタコとわかめ、きゅうりの酢の物にちょっとトマトを添えたサラダ、そしてきゅうりやカリフラワー、パプリカのピクルスなんですけど、どうでしょうか？美味しそうですね。酢の物やピクルスに使われるお酢には、疲れの元となる乳酸を取り除き、新陳代謝を促す効果が期待できます。こう作っていて考えたんですが、こうお皿をちょっと夏っぽくしたりとか、彩り見た目も食欲を高めるには効果的ですよね。彩りが良いと見た目が楽しく、食欲を増してくれますよね。器にガラスなどを使うと涼しさも演出してくれます。次は夏野菜たっぷりのカレーを作ろうと思っているんですが。カレーなどに使われるスパイスは消化器官を刺激するので、食欲が落ちやすい時期にいいですね。
旬の野菜もたくさん取れますね。はい、じゃあちょっと頑張って作ってみたいと思います。本日はとても参考になりました。みきさん、ありがとうございました。ありがとうございました。お二人ともありがとうございました。続いて浦安そこどこをご覧ください。次は先日行われた自治会夏祭りをご紹介しましょう。まずは第9区自治会の夏祭りからです。第9区自治会の会場は東大島公民館のお隣。開始時間前からもう皆さんが集まっていました。お子さんたちは夏祭り恒例のスーパーボールすくい、子どもたちの楽しい思い出にと自治会が無料で開催しているお楽しみのイベントです。スーパーボールってずいぶんいろいろな種類があるんですね。そうなんです。だからみんな夢中、狙いを定めてすくっているんですよ。こちらは本部。お子さんたちが何をもらおうかと悩んでいたのは熱中症予防のドリンク。健康を考えてやはり無料で配っていたんですよ。焼きたてのフランクはいかがですか。そして食べ物の販売、こちらはフランクフルト。そしてこちらは珍しいホルモン焼きうどん。夏バテ対策には良さそうですね。それに大盛り、容器からはみ出しそうです。焼き鳥も美味しそう。画面を飛び出して匂いが流れてきそうです。それから中澤さん、テントにいろいろな貝の名前があったんですが。よく見つけましたね。実はこちらの自治会は市内でも歴史のある自治会で、スタートは1963年、昭和38年ということです。でもそれ以前から防火や防犯などの活動をしていたそうです。そして夏祭りでは矢倉の設置や飾り付けなどを自ら行い、出展は東大島自慢の祭礼の会や子ども会、社会福祉協議会などの協力を得ながら、昔ながらの盆踊り大会を盛大に開催しているということなんです。テントについているのはそうした貝の名前なんです。そうだったんですね。入り口の看板が第9区自治会祭り納涼盆踊り会場になっていた理由が分かりました。つまり第9区自治会では地域のさまざまな団体の方が協力して夏祭りを開催しているんです。ではそのお店をもう少し覗いてみましょうか。まずは焼きトウモロコシ、そしてお子さんたちには大人気のかき氷。ご覧ください、みんな本当に美味しそう。いい表情をしていますよね。夏祭りといえばやっぱり焼きそば。具沢山が自慢の焼きそばですね。とっても美味しそうです。日が西に沈む頃に始まったのが浦安太鼓連の皆さんの指導による太鼓の練習。たくさんの子どもたちが参加しました。そんな中で会長さんからは、今日はご安定からお集まりいただきましてありがとうございます、太鼓連の皆さん、そして踊り手の皆さん、あと2時間たっぷりと踊っていただいて、旧区自治会のお祭りを、盛り上げていただきたいと思います。太鼓の音も BGM に加えて盆踊りが始まりましたよ。夏祭りのメインイベントですよね。まず矢倉を囲んだのは
浦安婦人の会連合会の皆さん、待ちかねていた地域の方も踊りの輪に加わりました。そして市長の訪問。暑さが非常に厳しくなっておりますので、夜といっても熱中症に気をつけていただいて、こまめな水分補給をしていただきながら楽しい思い出を作っていただければと思います。市長も参加しての盆踊り、4年ぶりにかつてのにぎわいが戻った夏祭りとなりました。さあ続いては東の北ヶ池公園で行われた東の自治会夏祭りのご紹介です。午後3時半過ぎ、公園では食品の販売や盆踊りなどの準備が始まっていました。大量のキャベツ、猛暑の中の焼きそば作りです。炎天下の鉄板からの熱、担当の皆さんはそれさえ楽しんでいるようにも見えましたが、祭りの開始前から作り始めたのには訳があるんです。こちらの東の自治会は市内でもトップクラスの会員数を誇る自治会、およそ1800世帯もの皆さんが加入しているんです。それで早くから作り始めていたというわけです。こちらでは枝豆の用意、こちらは何か揚げ物をしているようですが、夏祭りなどでは珍しいコロッケです。揚げるついでだからとフライドポテトも揚げていました。中澤さん、こちらは分かりますよね。かまぼこです。夏祭りにかまぼこ、とても珍しいんですが有名なかまぼこです。おいしいものをお得な値段で食べてほしいという思いを込めて販売するそうです。さあ、会場には地域の皆さんが集まり始めました。各麦店の皆さん、暑い中ご苦労様ですけども、よろしくお願いします。それと近所の皆さん、うるさいと思いますけども、一つよろしくお願いいたします。夏祭り、東の祭り開催いたします。スタートしてください。会長さんの合図で祭りがスタートしました。オープニングを飾ったのは東の祭りの会による太鼓の演奏。夏休みに入ってから練習したという東の小学校の子どもたち、力いっぱい演奏しました。販売が始まりましたよ。すごい、焼きそばやコロッケなどにはすでに長蛇の列。子どもたちにとってはかき氷も大人気です。一方、こちらは子どものコーナー、ヨーヨー釣りです。そしてこちらはスーパーボールすくい。みんなもう夢中、とっても楽しそうです。炎天下の生ビール、もちろん飛ぶような売れ行きでした。おつまみの枝豆や焼き鳥も大人気。こちらは公園の一角に設けられたお食事コーナー。たくさんの方が祭りの味を楽しんでいました。皆さん本当に美味しそう。こちらの会場にも市長が訪問しました。コロナもようやっと収まってきて、皆さんの日常を取り戻す、こういった機会が本当に素晴らしいものだと思っておりますので、ぜひとも皆さんですね、一夏の思い出存分に食べて、
そして飲んでゲームをして盆踊り踊って楽しんでいただければと思います。市長も太鼓の演奏に加わって、始まったのが盆踊り。やぐらの周りに踊りの輪ができていました。会場を埋め尽くした人、人、人。4年ぶりに開催された東の自治会の夏祭りは、参加された多くの皆さんの心に残るお祭りになったのではないでしょうか。では続いて、あんなことこんなことパート2をご覧ください。8月10日には子どもの広場で、ペットボトルや竹で水鉄砲を作って怪獣を倒そう。これはペットボトルやマヨネーズの容器、竹などで水鉄砲を作って遊ぶイベントです。ペットボトルなどの水鉄砲は作り方も簡単。キャップに穴を開けて容器に自分の好きな模様などを描くだけ。竹の水鉄砲は細い竹にタオル生地を輪ゴムとテープでしっかり巻いて太い竹の中に入れるだけ。完成したら早速水を入れて遊びました。的はスタッフが作ったペットボトルの怪獣。子どもたちは一生懸命怪獣を倒そうと水をかけていました。水を補充する場所は、浅くすり鉢状になった人工の池、ジャブジャブ池。水に浸かりながら水鉄砲に水を入れていました。強い威力を見せたのは竹の水鉄砲。小さいペットボトル怪獣は簡単に倒すことができました。大きなボス怪獣はなかなか倒せません。何度も何度も水を入れてきてはボス怪獣に当てていました。じっとしていても汗が噴き出してきたこの日、子どもたちは全身びしょびしょになりながら夏のひとときを楽しんでいました。8月11日には浦安中学校野球部全国大会出場の激励会。浦安中学校野球部は8月7日から10日に行われた第48回関東中学校軟式野球大会で3位の成績を収め、8月18日から22日まで高知県での第45回全国中学校軟式野球大会に出場することになりました。市内の公立中学校の野球部で全国大会に出場するのは初めてのことです。激励会では選手一人一人が自己紹介と大会への意気込み、そして市長、教育長が激励の挨拶をしました。さらに市長はバッティングでも選手を力づけていました。いかがでしたか。今回のこちら浦安情報局こちうら、次回は商工会議所ってどんなところ、のほか浦安100円商店街に向けてなど、ご覧の内容でお送りする予定です。今回は気になっていた夏バテ解消法を教えていただきました。これからはまずは食材から考えてみようと思いました。はい、夏野菜たっぷりのカレー期待していますよ。私も家族のために今日のお話を参考に夏バテを癒すお料理挑戦してみたいと思いました。皆さん、夏バテには量よりも質ですよ。ビタミン B1 に B2、 タンパク質にミネラルなど、バランスのいい食事心がけてくださいね。おいしく食べて、食欲の秋、スポーツの秋に備えましょう。それでは次回もまた見てくださいね。